深淵とローチで世界を終わらせる竜です。さあ本日なんですが、ランク4が強化されたら強化されるデッキっていうのがあるんですよ。必ずそれがガジェットデッキです。あのレベル4軸のね、あの横、まあ、横並べ能力そんなに高くはないけど、あのひたすらにアドバンテージ稼いでくれるんで、ランク4といえば、まあ、ガジェットみたいなイメージ結構僕はあるんですけどね。そのどうでしょうか。このガジェットというねデッキで、今回新パックで、新しいモンスターがいっぱい追加されたじゃないですか。まずまあ高校ワンキル用のデッドリシーンとか、あとまあローチね、特殊召喚を、無効にできる、とか、深淵とか、この辺のまあモンスターが、結構出しやすくなってるんで、なんで、今日はですねガジェットで、ちょっと分からしていきたいなっていう、まあ、そんな感じのデッキを組んでみました。で、バランスにしていて、スキルね、もう月の書とか、清掃を6枚、あと罠いっぱいにして、まあ、モンスター2枚、罠2枚とか、まあ、モンスター1枚、魔法1枚、罠2枚とか、まあ、結構そんな感じのハンドが来るんで、まあ、割と戦いやすいかなっていうところですね。はい。で、これね、魔法とかトラップは、まあ、好きなように積んでいいんだけど、あの環境に強い、カードであればね、やっぱりね、ちょっとモンスターにやっぱ罠当てられることがすごい多いじゃないですか。で、エクシードした瞬間に罠当てられるとやっぱ辛いんで、インガセさんとか。なんで、インガセさんとかをまあ、ケアできるように、この辺のカードにしました。まあ、コズミックサイクロンとかでもいいんだけどね。はい。早速ね、ガジェットおじいちゃんホイホイデッキをね、使って、デュエルしていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあお相手の方、社長をよろしくお願いします。デュエルさん、バーイ。デュエル、進化か、進化制限 OK。 ハンドはまあ悪くないですね、悪くないですけど、まあ先行欲しかったなって言ったところ、セットセット、ほ、いいだろう。セットセット、来たの強いな。シルバーガレット召喚、これさあれ太鼓でしょ。これさ深淵出したらマジでヤバいこと起きない。で、イエローガジェット効果発動、イエローガジェットの効果によってグリーンガジェットを手札に加えていく。そしてまあ深淵にしてもいいか。イエローとねゴールド、本当はね3枚ずつ積みたいんだけどね、ちょっとね積みすぎると事故るんですよね。積みすぎは事故のもとなんですけども、さあ深淵の効果使って、でこれなんかブラフだね、あれね、多分あの癖、あの癖ブラフなんですけど、どうしよっかな。手札コストをちょっと結構ね慎重に選ばないといけないんですけど、カナディアバック捨ててもいいか、カナディアバック捨ててもいいね。でバトルフェイズで、これ多分太鼓か、あー伝説か、あーはい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 、効果発動しない。つえ深淵、つえ深淵、つえいいでしょう。セットか、なるほどな、セット、はいはいはい、セットですね、なるほどですね。まあ、清掃あるんで、今除去する必要ないですね、あの伏せは。打たせた方がいいですね。清掃、打ってきたカードに清掃打って、で、さらに、効果も使っていくっていう感じでしょうか。太鼓の試合し引いてんのかな、ちょ、わかんないけど。まあ、深淵の効果で世界を合わせるわ。どっちでもいいけど、まあ、グリーンからいくか。で、グリーン召喚、グリーン効果。さあ、グリーンガジェットが召喚に成功した場合、レッドガジェットを手札に加えることができるぜ。これによって手札コストがどんどん増えていくぜ。展開力ないけどな。その代わりシルバーガジェットかゴールドガジェットがね、一応手札からあの機械族特殊ができるよっていう効果なので、まあそいつをほんと3積みとかしたいんだけど、本当だったらちょっと枠的にちょっと難しいんですよね。さあとりあえずこのままバトルフェイズいきましょう。ほい、打っていいですよ。サンダーブレイク系は、あ、打たないんですか。あ、打たないんだ、なるほど。まあでも打ったところでだもんね、でもね、打ったところで感はあるので、はい。でエンド、さあどうする、打つか打たないか、打ってもいいぞ。いや打たないか。いつかは打たないと深淵に潜むのが無限に辛いだろう。さあセット、なるほどな、セット2枚はちょっと鬱陶しいので1枚は除去したいですね、あのサンダーブレイクで。さあどうするんでしょうか。海馬選手、端子路地、サンダーブレイクの効果を発動。サンダーブレイクの効果によって今伏せたカードは割っていきましょう。さあそれはなんだ、サンダーいいだろ、サンダーブレイク。さあ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 、深淵が辛いだろう。インガー切断かなんか、そろそろ打たれて死ぬんじゃないか。
さあイエローガジェットを召喚し、イエローガジェットのモンスター効果も発動していく。さあグリーンガジェットを手札に加え、レベル4のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。これローチじゃね、オルタラ止めよう。オルタラも止めるわ。オルタラとシンクロモンスター全部止めるわ。さあこれが世界の終わり、世紀末、深淵ローチ盤面。さあ聖眼用何ができる。貴様のトラップカードは清掃で封じた。貴様の命はここで終わりだ。因果切断、いいだろう。太鼓切った、きた、清掃効果発動。さらにシエニスト殿の効果も発動。強すぎる。完封勝利、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、闇マリク、バランス21枚、わかんない、聖騎士だったらもうちょっと多いのかな、ね、あー豪気かな、はいはいはい、なるほど、ゴーキングね、ゴーキング、ゴーキング、まあ清掃強そうだけどな、これな、清掃強そう。これさ、なるほど、サンブレではないです、コズミックでもない、ド級か、でもド級だって光ってるか。こうして、あれちょっと砂時計見間違えたか、ちょっとでもいいや、グリーンガジェットを特殊でグリーンガジェット効果、ですね、わかんないんですけど、とりあえず深淵が強いんですよ、合気デッキには。サーチ効果止めるん で清掃あるんで、結構それはそれで強いと思うので、ド級かな、ちょっと砂時計見てなかったわ。ド級かな、あれなんだろうね、隣接ド級かな、隣接とかだったらきついか。いやでも多分ド級だったと思うんだけどな、多分、ちょごめんなさい、多分ド級です。ドロフェス、ドロフェスじゃねえ、セットした時見てなかったな。で、こいつはめっちゃ強い、あ、ド級ね、はいはいはい、了解でーす。深淵に潜むものの効果発動して、墓地で発動するのか無効にします。で、さらにチェーンして清掃します。つえつえ、サンプレコストで置いとこ、ほい。さあ無限に辛いですよ、まあ打点で抜かれるパターンあるんでね、それが辛いですけど、因果切断はだいぶ辛いと思う。でも相手にとっては、豪気にとってはフィールドから墓地に行かないんでね。さあモンスター引いてるかな、さあモンスターを引いてるかな、あモンスター引いてるね、あーでもそっち打点が、打点で抜けないね、なんだろうねこれ、これなんだろう、攻撃表示、あのねハンドが何かによるんだよね。あとは結構これ遊戯王感あるね、これ楽しいね。バトルフェイズ何、清掃か、清掃かな、清掃っぽいな、清掃か、清掃だったら、バトルステップ入って、因果切断打つしかないか。因果切断打って、相手の、に清掃を打たせるしかないもんね。これ、こうするでしょ？これ、こっちだよな。サンダーブレイクだね。サンダーブレイク捨てて、さあ、どうする？清掃を使うしかないか？エネミーコントロール、ああ、そうか、それがあったか。エネコンでリリースされるけど、深淵の効果でサーチは無効。つらいだろう、サーチ無効はつらいだろう。よし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 よ、あでも大丈夫か、あと残り100、残り100は勝った、さすがに1体しか処理できない、セットよし、これは遊戯王、遊戯王デュエルリンクス神ゲーだわ。さあキューピーマヨネーズ来た、キューピーマヨネーズ、懺悔の用意はできているぜ。デュエルモードフォトンチェンジ、コナミさんに1個要望があるとすれば、デュエルモードフォトンチェンジって言ってから、か、髪じゃねえや、服の色変わるような、演出にしてくれたら
マジで言うことなかった。マジで。それだけちょっと追加してくんねえかな。ちょっとさ、ほんとふざけていいからさ、スキルでさ、なんかデュエルモードフォトンチェンジっていうスキル作ってくんない。髪の色が変わるっていう顔と。あ、挨拶やめろよ。挨拶やめろよ。いや、それ結構ね、需要あると思うよ。意外と。俺使うわ。俺そのスキル来たら絶対使う。光のレード、青眼か？なんだ俺。あ、青眼か。青木の乙女。さあ、光のレードの効果。さあ、乙女たちを取って。いやー、これ強いな。墓地効果止められるの結構辛いのか。そうでもないか。でもそうでもないな。天罰あるし、月の書あるし、なんかいけそうな気がするな。天罰が結構刺さる気がする。カウンターワードなんで遅延できませんからね。あ、